はい、皆さんこんにちは、ゆうにです。今日はね、ちょっと日頃ね、皆さんあまり感じれないと思うんですけども、僕実はレーザースポンサーついてまして、僕がレーザーにスポンサーついているっていうことも含めて、やってもらってることに対して、お返しができてないな、ということがありまして、久しぶりにレビュー動画撮ろうかと思います。いやー、僕のレビューは適当で有名ですからね、何の参考にもならないと思うんですけれども、やっていきましょう、レビュー動画。やっていきましょう、レビュー動画。で、今日ね、レビューするのはこちら。ランスヘッド。あれと。ケンチさんも使ってるくね、ランスヘッド。そう、ここにあるんです、ランスヘッド。けど実はこれ、有線。こちら、無線のランスヘッドっす。多分ね、マウス、ゲーミングマウスで無線のマウスっていうと、まあ、ロジさんのマウスが有名だろうかなと思うんですけど、まあ、値段高すぎて、多分みんな買ってないんじゃないかな。なんで結構、使い慣れてないというか、まあ、どういう感じなのか、使用感とかも含めて、ラグあんのかなとか、気になってるところではあるかなと思います。なんで僕もちょっとね、今回ちょっと提供していただいたんですけど、まあ、そういった部分、若干不安には思ってます。まあ、今回ね、まあ、一つ先に言っておく、これ約束しておく。僕はですね、まあ、生放送で僕は知ってる方も多いと思うんですけども、まあ、スポンサーだろうが、何だろうが、100% 辛口で言います。それはもうダメだと思ったらダメだと言います。これ絶対です。ないとね、リスナーに申し訳ない。それは間違いない。ただ、俺の判断基準とか基本的にガバガバのそこだけは許していただきたい。よし、やっていこう。お、これいいね。これ見せるわ。何セット?じゃあ3。いいっすね。こういうね、こういうなんかこの、なんていうのかな、演出っていうの。これはまあなんかレーザー、さすがなんだと思う。ちょっと若干ね、通常の、このこれがあれなんだけど、トーナメントエディション。要は廉価版なんだけど、こっちの方が銀色なんですよね。わかる?銀色。銀色なんかレーザーとしてはあんまりないカラーリング。これちょっとレビューっぽくなってきたわ。で、後ろにもランスヘッド。こっちはトーナメントエディションって書いてあるんですかね。トーナメントエディション。で、裏もなんかちょっと違うね、構造が。裏もね、ここが、ワンストリールが完全に見えてて、その多分本来ここに線があるはずのものがいらないから、こういうデザインになってて、かっけえな。かっけえな。何を廃棄するんだっていう謎のなんか切り込みがある。で、こいつは何を廃棄するつもりなんだろう。まあいいや、やっていこう。で、これなんだけど、まあ、とりあえずこれ無線ダンスですと。聞いたところもちゃんと調べないといけないんですが、こういうのはこの裏にね、絶対なんか何かしらあるもんだと書いてありますね。ありました。どういう状況かっていうと、まあ、こうなってましたと。で、この下に、はい、出ました。こいつ入ってます。で、こいつを取り出して、多分これがマウスの無線呼気と、こいつは何なんだろうな。これ充電器か。いいな、感じ。とりあえず、まあ内容物は全部出しました。指定方法についてなんですが、これだな。ここにドライバーの、およびアプリケーションのダウンロードのためのインターネット環境が必ず必要になりますみたいなことが書いてあるんですけど。あ、ちなみにね、なんか最近なんか、巷で噂になってるね、クラーケじゃなくて、ハンマーヘッドの偽物がどこのこうのとか言ってるんだけど、この MSI 株式会社って書いてある。わかるな。これは書いてあるんだけど、ここに保証書とか言って MSI 株式会社って書いてある。これの製品は 100% 本物なので、これが書いてある製品は絶対本物なので、MSI 株式会社って書いてあったら、安心してくださいと。一応、そこは確実なんです。ここだけ言っておきます。はい。で、実際使っていきたいんですが、あ、これあれですね。ユノシーがよくおっぱいに来てるシーンですね。あ、なんかこれが無線のあれか。で、これはあれか、有線でもできるぜと。だからまあ無線のあれが充電なくなったらこの有線使えよってことですね。僕がなんでレビュー下手か、なんで解説が下手かっていう、下調べを一切しないっていうね。けどまあ下調べ一切せずにこうやってこういうものを買う人っていうのはまあ世の中往々にしていると思う。そういう人に対して勇気を持ってもらうために僕はもう調べずに使ってるわけ、使用してるわけですよ。はい。で、やっていきましょう。で、とりあえずこれをどうする?まあ僕のパターンっていうか僕の予想なんだけど、実はこいつは多分無線機になってるはずなんですよ。ってことはこいつをここに刺せば無線機としての役割を果たすんじゃないかと思うんですけど、まあどうせね、わかんなくなったらテレさんに聞きたいんだよ、これは。大体。これで?来た。これ出しなくて反応しておるぞ。これ電池つきました。ほら。使い出しました。で、レーザース、来たー、動き出した、はいよ。画面見せんの忘れてた。よいしょ、はーい。ほら、もう動いてる。しかもね、どうだろう、遅延待ってね。ないように、今のところ感じてはいるが、今のところないような感じはするが、ゲームをしてみないとことにはちょっとわかんないかな。けどね、なんか微妙にね、あるような気かーだよな。なんだっけ、これ、感度低い、感度高すぎるだけか。待って、これ、感度高すぎる問題が発生してる。で、あと、これは何なんだろうね。これ、充電器じゃん。なるほどね。マウスは充電器だ。こいつとこいつで、多分これが、ここに刺さるんです。ほら、来た。これがここに刺さるんです。で、この状態でさっきのコキをガツッとつければ、充電できるってことですね。さあ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 。ねえ。まあ今は一応これ設定の問題だと思うんです。感度が高いんです。ちょっと感度をまず合わせます。感度合わせて、で、重量感でいうところですよね。重要なところだと思うんですけど、重さはね、
こう重いからちょっとだけかな、ほぼ変わらない、ちょっと重い気がするね、ちょっとだけ重い気がする、けどマジわかんないレベルだねこれは。まあけどほぼ変わんないわ、これちょっと FPS やんないとわかんないけど、これマジで変わんない気がするな。ああなるほどね、電力レベル低下したこれね、キン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 になりますよ。ここがここが電力ホイールが、電力がなくなってくると、ここがホイール、ピンピンピンになって、自由に教えてくれると。じゃあ、実際テロハン行っていきたいと思います。はい、ということでね、テロハンやってきました。使うキャラクターはスレッジ。まあ、足でもいいかな。どっちもいいでしょう。まあ、なんかね、今のところ触ってる感覚で言うと、そんなに遅延感じないです。てか、そんなにてか遅延感じないです、今のところ。ただ、これマウスを動かしてるカーソルなんで、あくまで。まあ、実際ゲームを動かしていくと、変わるのかもしれないですね。わかんねえな。わかんねえな。これ遅延あんのか、むしろ遅延ないってどういうことなんだ、どうやってむしろ、またやってみますか、まじ遅延、遅延なさそうだなこれ明らかに。あ、一瞬今なんかチャパった気するな、なんか一瞬ね今チャタリングを起こした気がした。どうだろう、まあ、ちょっと一回軽く流してみます、流してるんですけど、まあこんな感じのエイムにはまあなれるかなっていう感じですね。よいしょ、まあとりあえず一旦まあこのぐらいのレベルだったの、今流しで打ってるんで、ちょっとそんなに別になんかトップ層から出したら大したエイムじゃないと思うんですけど、まあけどこのぐらいのレベルのエイムで敵を倒していくことは可能っぽいですね。まあでなんかどうなんですかね、チャタリングはね今一瞬さっきなったんですけど、そっから特に反応ないので、もしかしたら今左振った時若干感じだな、なんかねちょっと一瞬ね左に振るときに思いっきりスピード思いっきり振るときにちょっと若干もたつきを感じる気がしているようなしないようなっていう、そういう感じなんですよね。まあけどオーブでいいかな、あ今みたいなところだね、これなんかね左上にちょっと触れんだよな、あこれあれだ、リフトディスタンス、あごめんなさい、これ多分あれですね、リフトオブディスタンスの設定をちゃんとしないからですね、リフトオブディスタンスの設定、まあ、リフトオブディスタンスってどういうことかっていうと、マウスが設置してから地面からその動き出すところのセッティングですね。ではこのどの範囲で反応するのか、例えばここだったら反応しないじゃないですか、ギリギリ地面につけてるぐらいだったら直接反応するみたいな、この部分で例えばマウスを一回置いてこう上げ直したりとかするときに若干マウスがぶれるんですよね。でこのリフトオブディスタンスをしっかり設定しないと、いわゆるなんかマウス飛びみたいな現象が発生してしまうんですよ、まあ、疑似的にね、まあ、チャタリングとはまた違う現象なんですけども、それがね発生している可能性がありますね。なんかそういう感じの、なんかちょっとチャタって吹っ飛んでる感じではないですね、これ。なんかマウス振った時に変な挙動してるんで、多分そっちでしょう。これね、結構使えるね。まあ本当に俺が使えると思ってるかどうかは別に今後の俺の、生放送でこれを使ってるかどうかを見てもらえれば分かるんですけど、マウスね、やっぱ、コードがないのが神。めっちゃいい。ということで、いや、今日はね、なんか、久しぶりにそれっぽい動画作った気がするわ。それではね、このまま、ランセルドを使ったマウスでのプレイ動画のクリップ集になりますので、そちらご覧ください。どうぞ。これダサいな。どうぞ。ディフューザーを失った。ディフューザーを確保した。勝負するか、まあ一緒入らなかったけど、まあいいでしょう、それは多分俺のエイムが一緒ライン触りすぎただけで、まあ、ドラッグショットも問題ない感じかな、おいいね、ええわな、
残り1人だ。はい、いかがだったでしょうか。まあ、その普通にね、僕はもうランセットと変わらないレベルだったんで、まあ、無線の分、アドバンテージがあって、めっちゃいいかなと思いました。はい、もしね、これ購入検討される方は、下の方の概要欄に URL あるので、よかったらそっちから購入してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ひんじゅでした。バイバイ。